SCP-1230。アイテム番号 SCP-1230。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル。SCP-1230 はサイト12の安全な保存用ロッカーに保管されることになっています。利用には、最低でもクリアランスレベル3の研究員及び保安員による許可と監督を伴ったクリアランスレベル2が要求されます。ほい、1230、A を参照、SCP-1230 は、サイト12中央図書室の机の後ろの安全な保存用ロッカーに再配置されました。アクセス権は、サイトの精神医学スタッフによって良好な心理状態にあると判断されたクリアランスレベル2の職員が入手できます。SCP-1230 を利用する職員は、接触の48時間以内にそれらの夢の報告書を提出し、徹底した精神鑑定を受けなければなりません。説明、SCP-1230 は、レーベルがなく、一見して特殊な要素のない緑色のハードカバー本です。本を広げれば最初のページに、A, Hero is Born という句が現れますが、残りのページはすべて白紙です。本を閉じればページは元の通りに戻ります。これ自体には何の効果もありませんが、本を読んだ人物が一旦眠りにつけば、彼らの夢は、自分自身が混乱した土地の主人公であるファンタジー世界で構成されます。夢を見ている者は夢の中で完全に意識を有していて、実際の世界のように五感を感じることができます。夢の結果は読者の想像力によって変わりますが、概してファンタジー世界の冒険によく適応してその生活を楽しむことになります。これらの夢は読者の心において45秒から長くて200年にまで続くことが実証されています。しかし、実際は、読者は彼らが普段そうするより長く眠っているわけではありません。眠りから覚めれば、読者は自身の夢の詳細な行、事項まで全て思い出すことができます。SCP-1230 による夢の中には常に、緑色の街灯を着て髭を生やし、自らを SCP-1230 の化身と称する、ブックキーパー、SCP-1231 と呼ばれる存在が登場します。SCP-1231 は非常に友好的で、夢を見ている者の助けになると報告されています。対象はこういった、幻想的な世界を作るのを楽しみ、そこで夢見る人々が最大限楽しめるように努力すると明言しました。夢が終わる頃になると対象は悲しみを表現して夢を見ている者に、近い将来また来ておくれ、と声をかけます。発見、データ抹消。に位置する小さな書店で発見されました。店主はこの題名のない本を所有した記憶がありませんでしたが、地方紙に、魔法の夢の本、についての話を売ろうとしました。財団はいたずらとしてこの話を払いのけることができ、SCP-1230 は没収されました。実験、1230-1F。博士は、その有効範囲を確かめる試みで、SCP-1230 を開き、飛行機に乗り込み彼の故郷である、編集済み、に飛び、ホテルで一夜を過ごしました。帰還後、F、博士は SCP-1230-1 が夢に現れて、一度、あ、Hero is Born を読めばすぐに夢が潜在意識に植え付けられると説明してくれたと報告しました。SCP-1230-1 は遠距離でも夢を操作できると証明されました。F、博士は SCP-1230-1 の協力に感謝を表明しました。実験、1230-2カメラを SCP-1230 の上に設置し、機械の腕を用いて本を開きました。すべてのページが白紙で現れました。SCP-1230 は夢を見ることができる存在が開いた時にのみ効果が発揮されると見られます。SCP-1230-1 は、その次に夢を見た人物に、想像力を持つ存在にだけ効果があり、従って大多数の動物をはじめとして多くの生物に効果がないと説明しました。実験、1230-3クラス D 1人に本を開くことを指示し、夢に過ぎないと十分に説得した後で、夢の中で直ちに自殺することを命令しました。被験者は眠りに入ってわずか45秒の後に起きて冷や汗を流し始めました。彼は、祝福され試験カラディウスを求めて、灰色戦法という火山の頂上に登ったと報告しました。
どのようにして彼がその名前を知ったのかについて尋ねると、彼は、今までずっと知っていたようだ、と主張しました。彼の話によれば、河口に足を滑らせ、深刻な暑さを感じて、目覚めたのだと言います。被験者は、もう一度やらせてほしい、と要請しました。要請は却下されました。実験、1234クラス D 一人日本を開くことを指示し、夢の中で死なない程度の自傷をするように命令しました。6時間後に被験者は目覚め、今まで感じたことがないこらえることができないほどの、麻痺する、痛みを感じたと報告しました。また、街灯を着た老人が現れて、なぜ自分自身を傷つけているのかと質問してきたが、先日の無礼な友人、のようにすぐに自殺しないことに感謝してきたと報告しました。実験、1235B、教授が SCP-1230 へのアクセスの要請を提出し、クリアランスレベル4を与えられた彼の要請は直ちに許可されました。職員は B、教授について、明白に興奮で震えていた、と振り返りました。また、B、教授はトアプグの熱心なファンであったとの報告もあります。監視カメラは、B、教授が本を開きくを読み、机のそばに座りすぐに寝入ったのを示しました。B、教授が15時間経っても起きないことに心配した職員が警報を鳴らしました。医療チームは、B、教授がまだ生きていて健康であることを確認しました。眠りについてからおよそ24時間後に、B、教授は動き始めました。彼はひどく混乱したように見え、ゆっくり頭を上げて、部屋を見て回りました。セキュリティが部屋に入り、彼に大丈夫かどうか尋ねました。それに対して彼は、ここはどこだ?と返しました。教授は医療施設に移され、スタッフからここがどこで自分が誰なのかの説明を受けました。数分後に、B、教授は自身の記憶を回復し、駐座してトイレへ向かいました。15分を過ぎても B、教授が出てこないので看護婦が中に入ったところ、彼がベルトで首吊り自殺をしたことがわかりました。壁に書き殴られたメッセージは彼の最後の言を明らかにしました。私はもう戻れない。F、博士は何が起こったか SCP-1230-1 に尋ねに行きました。しかし、SCP-1230 を開く際、すべてのページはびしょびしょに濡れ同じメッセージが書かれていました。すまない。こんなことを起こすつもりはなかったんじゃ。わしはただ人々を幸せにしてあげたかっただけなのに。SCP-1230 は3週間このような状態で、その机は2週間に一度拭かなければなりませんでした。対話の試みのため、F、博士は SCP-1230 の間に、君が大丈夫なら、私は君と話がしたい、と書いた付箋を挟みました。翌朝、F、博士は、彼が SCP-1230-1 に関して見た夢についての報告書を提出しました。報告、1230-14。昨晩眠りにつくと即座に、私は暗い空間にいる夢を見ました。街灯があり、そしてその下に、水たまりに座り込んだ SCP-1230-1 がいました。彼の街灯は目に見えて濡れており、彼はたっぷりすすり泣いていました。私は、私たちが交わした会話を覚えています。F、博士ブックキーパー、君なのか?なんてこった。おい、ここは一体どこだ?ブックキーパー、泣きじゃくりながら、わしは、景観を良くすることも考えつかなかったよ。F、博士ブックキーパー、その日何があったんだ?どうして B、は自殺したんだ?私たちは、君の物語を知らなくてはならないんだ。ブックキーパー、まぶたを拭いながら、彼にはあんなにも想像力があった。わしは彼のために広大で美しい世界を作ることができたし。彼が長い間そんな生き方を望んでいたのは明らかだった。彼は魔獣を打ち倒し姫を救い出した。彼は王国を作り、家庭さえも持った。じゃが、彼は決して去ろうとしなかった。彼が現実の世界よりも夢が好きなのだとわしが理解するほどに、彼は遠くまでファンタジー世界を調べ尽くした。わしはこれが単なる幻想だと彼に思い出させた。じゃが、彼はわしの話を聞かないんじゃ。彼は、去ることを強制されるなら、人生をすぐに終えてやるなんて言い出した。わしは、そうすることができる間は、彼を幸せにしておこうとした。F、博士、ブックキーパー。
彼の視点で、夢はどれくらい続いたんだ？ブックキーパー、200年さ、博士。わしは最善を尽くしたが、200年の間彼にしがみつくことができるだけだった。いくら甘い夢でも、我々は皆その夢から覚めねばならないものだろう。私はそのほとんどすぐ後に目覚めました。彼が200年を夢に費やしたなど、私には信じられません。私は彼の愚かさに驚きましたが、彼自身の妄想でその再起が失われたのが残念でなりません。報告書が提出された直後、監視カメラは SCP-1230 へ別の小さな紙を滑り込ませる F 博士を示しました。数日後に、SCP-1230 は再び、いつもの、A, Hero is Born という挨拶を表示しました。メモに何を書いたのかについて尋ねられた時、F 博士は詳しくコメントするのを断りました。そして、いくらかの親切なアドバイスをしてやっただけさ、と述べました。追記、1230A 最初の試験中に、SCP-1230-1 は、それがその、ファンタジーな景観を構築するための改善策について考えることができるように。多くの本、できればフィクション、を備えたエリアへ再配置されることができるかどうか夢の中のものに尋ねました。多数の実験が SCP-1230 に危険がないことを保証するために行われた後、リクエストは受理され、SCP-1230 はサイト12の図書室へ再配置されました。